なめんなよ。なめんなよ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はダウンタウン熱血行進曲オールスタースペシャルをやっていきたいと思います。こちらはファミコン版で出てた、クニオくんですね。クニオくんの大運動会のプレイステーション版3リメイク版となります。ではちょっと早速やっていきましょう。まあ、モードとしてはシングルプレイ。なんかこれちょっとストーリーモードっぽいやつですね。と、あとまあ、ファミコン版にあったフリーバトルと、今回オンラインができます。あとなんかキャラクターを独自に作ったり、まあチームを独自に作ったりってやつと、まあオプションですね。まあ今回、プレイステーション3版になって、まあ大幅にチームが増えたのと、あと必殺技もめっちゃいっぱい増えてますね。多分、70種類くらいかな、全部で。なので基本的には、1人1個は持ってます必殺技を。ファミコン版だと、まあ、必殺技持ってないやつとかいましたけれども、まあ、ざっとやってみた感じみんな必殺技1つは持ってますね。まあ、とりあえず今回はフリーバトル、こちらをやっていきましょう。まあちょっと紹介程度でやっていくので、まあ各種目を1回ずつですかね。クロスカントリーは1回と、で障害ベアも1回と、で、玉割りも1回と。で、勝ち抜き格闘は、このゲームのメインになるので、ちょっと3回やりましょう。で、あと、ちょっと自分の好きな、ダブルドラゴンのテーマにしましょう。じゃあ、これでいきましょう。あ、あとこれ、バトルロイヤルとタッグマッチができて、タッグマッチにすると、チームの合計点で、まあ、勝敗が決まるような感じですね。今回はまあ、バトルロイヤルでいきます。まあそこそこというかちょっとだけやったんで、まあ最初は連合熱血花園霊峰しか出てないんですけれども、まあ少しチームが出ましたね。まあ霊峰元生徒会とか霊峰四天王とか霊峰運動部とかまあそんな感じです。じゃあ今回はどうしましょうかね。連合でいきましょう。なんとなく霊峰は入れとこう。まあ普通 であと新しいのもなんか一個入れときますか。じゃあここと、レフォーしてんのって入れられるのかな。あ、入れられるな。じゃあこれで さあまずはクロスカントリーですね。連合で速いのって誰だったっけ。てか5台に棒持たせて勝ち抜き格闘に進むのがセオリーですね。アイテム持ったまんまゴールするとアイテム持ち越しますんで、5台に棒持たせて棒術スペシャルをかましましょう。 あとクロスカントリーとかでも必殺技使えるものは使えますね。使えない必殺技もありますけども、使える必殺技もあります。いってて痛い。もう知識っていうか4位だし、チェックが。この最初にチェックするのって結構重要なんですよね、今回。あとアイテム拾っても1ポイントにしかなんないんで。望月今見たら2人いるし。霊峰2人入れたからか。お、これ2位でいけんじゃん。棒が起こってない、棒が。これは当たるか当たらない。爆弾を持ち出したぞ。棒落ちてないですね。これできればここで殺してくれるんだけど。コンピューターだとここで行ってはめられるんだけど、全然ダメだった。やばい、結局今かなりピンチだぞ。4プレイの持ち引きがもう107ポイントになってますからね。いって魔法のステッチもな、防術スペシャルにはならないですよね。よし、これ足速くなるのかな。あと持ち引きの今回突出した足の速さっていうのは感じないですね。棒が起こってないよ、棒が。あとダメージが出るのもちょっといいっすよね。目安になります。これで何がしたかったんだ。
でもやっぱ持ち時間早いな。てか交代早くないな。どうなんだろう。みんな最初は早いやつらを出してくるからそう感じるのかな。望月は必殺、おお棒が起こってる。必殺技でスーパーダッシュっていうのを持ってるんですよ。あのピーンって光るやつなんですけど、ここでちょっと一人殲滅したいな。おっここ棒術スペシャル使えるじゃん。クロスカントリーでこいつ殺そう。望月抹殺します。あとこれあの立ち上がりの時間に多分少しね無敵時間があるんで、マッハ系でのハメがなかなか難しくなってますね。反撃食らいます。とりあえず2ペアの持ち殺した。追いつけないな。ただやっぱりその川あたりも殺したいっちゃ殺したいけど、その川もスーパーダッシュ持ってますね。今のスーパーダッシュですね。少し貯めて食らえ。殺し、うわ倒すのに夢中になってたら4フレーム続きが強い。ここはさすがに発動しないですね。よしここで武器持ってると持ってないだとだいぶ違いますからね。あと海での破面がちょっと難しくなりました。基本的になかなかダウンしなくなっちゃったんで、とはいえまあ武器持ってるから全然有利ですけどね。4プレイ持ち続き殺せそうですね。できれば殺したいな。くらいくらい、よし倒した。そのカーはいっか、取っときましょう。あと息継ぎちょっと長くなってますね。だいぶ時間取られます息継ぎすると。これで5台はあと勝ち抜き格闘までちょっと取っときましょう。で、障害部屋を誰にするかですね。次の連合で足速いのちょっともう覚えてないな。あと誰がいたっけな。よしとりあえず1位通過。ゲームセット。ただ4プレイ持ち続きはだいぶ稼ぎましたからね。ここでポイントが入ってもどうだ。霊峰20ポイント。霊峰四天王、ああやっぱだいぶ稼いできましたね。282と243、だいぶ結構僅差だな。障害部屋はねかなり苦手です。西村足を襲い、沢口、熊田、早見か。そうだ、早見でしたね。ヒットポイントが140しかないからな。竜七出されてるから、最悪こっちが死ぬ恐れがある。格闘戦を仕掛けると多分やられますね。旋風脚とかってどうだったっけな。ここでできたんだけど、超強い1しか当たんないんだけど。これはもう普通に、通過を狙っていきましょう。あー5体より早いな。あー扇風機使ってるし、いい底辺投げられた。ひどい、危ない危ない。結構技が増えてますからね。うおいってマジか。近づけねえ。これひどくない。まあ必殺技がこういうところで解禁されたことによってだいぶバトル色が強くなりましたからね。こういうところでもバトルが繰り広げられるということで、オンラインとかだいぶ熱くなりそうですよね。これまあ今早見なんでね、できれば戦闘は避けたいところです。
穏便にことを済ませたい。早く入ってくれ。よしよしよし。1ってあ、それ早見棒持てば棒術スペシャルの弱い版みたいなのが使えた気がする。早えな、ゆういちとか言って。痛い痛い、やばいやばいやばい。いって超きたね、あいつやばい、死ぬ、普通に死ぬ、これ。いっていっていっていった危ね危ね危ね。てか死ぬのだけは避けたい。ここもちょっと穏便に済ませたい。逃げろ、よしよしよし。危ない危ない。危ねえな、ほんと龍一パワーマックスだし、ちょっとは減ってるんだろうけど、メーターがマックスだ。爆弾がいっぱい。あ、もう適当にジャンプしまくって進む感じですね見えないんで適当です。さあここでゴールと、よーし、ジーツが。あと今回マッハ叩きが強いっすね、攻撃力が高い、そんな感じがします。よーし、霊峰千里台、霊峰四天王。うん、ちょっと差は開いたか。玉割れがね、だいぶポイントがね開いちゃうんですよこれ。西村で行こう。西村のパワーはありますからね。一応赤チーム赤チーム、緑チーム緑チームになってるはずなんで、龍二がいっていきなり食らったよ。おっと、西村とか言ってほしい。まあいいんだけど、これ弾をね、ぶん投げるたびにね、この14ポイントが入ってくるんですよ。ダメージ分だけっすよ。やばい、みんなパワーできてる。ポイントが先、よしよしよし。なんで一人でぶん殴ればもう多分3、400点は一気に入りますよこれ。うん、霊峰と組んでるからな、霊峰4位だからこれはいい感じだぞ。よし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 。あとは勝ち抜き格闘、まあこのゲームのメインですね。で一応ステージもこれ少し変えられるんですよね。その落ちるステージなんですけど、今回落ちないステージとかもありますね。でも今回かなりね、この落とすっていうよりやっぱね、格闘がメインになってますね、だいぶ。小林投入してきた。小林だったらマッハチョップもそこまで脅威じゃないですね、今回は。あの、立ち上がりの無敵時間があるんで、そこで反撃できます。なんか攻撃力高い方がどっちかっていうといいけど、めっちゃくちゃだ。いってただやっぱり強いのは強いです。多分絶対もうハマるって感じではないので。ゴール通じて、てか結構いい勝負してるな。いった、当たった。いいって、このねオーバーヘッドスみたいなの強いんですよ。これこれこれ。やばい、くらい、くらいでいいかな。よしよしよし、これだいぶ減らされたな。で、あと誰出しましょうか。熊田出しましょう。熊田
人間魚雷持ってるクマだ。人間魚雷はめっちゃ強かったですからね、ファミコン時代。もう投げれば落とせるっていう。ちなみにクマだ。あとなんか技があった気がするけど、わからない。真っ二つ強いっすよ。マジ超強いっす、もう。打撃数見てればわかると思いますけど。みんな来ないな。さよなら。さあ来い、落としてやる。こいつらに集中してんの。いて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 、その前は普通に死んだし。これは結構金ボタ的でいけんじゃないか。やばいやばいやばい。いって、落とされる。反撃ができん、反撃が。あ、まだそらこのローリング打ってんだ。あ、落ちる。いって。よし、終わりだ。さよなら。で、最後5台出しましょう。防術スペシャル。1位はいただきましたね、これ。トナシ、土田、富山、全然わからん。トナシはチョップですよね、チョップ。棒捨てられるとただ5台結構終わりますからね。やばいやばいやばい。棒が棒返せ。それができないんだよ。もう一つあった気がするんだよね。なんかダメージ強いやつの方がいいですね、今回。痛い。俺の棒を返せ。逃げられた。4とか5とかよりはもう一発で20を当てた方が強いですからね。よしよしよし。だファミコンほどの理不尽さはなくなりましたね。小林のマッハチョップの脅威とかもそこまで感じないんで、まあ、強いには強いですけどね。で各個人賞ですね、最終結果の発表を行います。関東賞、勇敢に戦った選手に贈られます。リュウジ。技能賞、4人もいるのかよ。5台やったー。あと3人いるのか。ユウイチ、小林、こっちの小林か。どうだ、よしよしよし。で次がなんだっけ、最優秀選手賞か。5台600ポイントすげえポイント入るんだけど。ブービー賞、おお、望月か。200ポイント。出た、舐めてるやつでしょう。減点。沢口、沢口出てないんだけど、出てないから舐めてるやつになっちゃったのかな。霊峰学園、おお、ゴーダ、ゴーダ結構受賞しましたね。だいぶ稼いでくれたな。さあこれで優勝チームの発表を、まあ大丈夫でしょう。イエーイ。でこれで四角を押すと、まあもう少し細かい結果が見れますね。2位は、霊峰か。霊峰這い上がってきたな。ずっとビリだったのに。で、あと個人賞とかですね。個人賞は飛ばせるんで、後でまとめてみることができますね。というところで、
まあ、あのファミコン版のリメイクになりましたけれども、これ多分オンラインでやるとだいぶ盛り上がりそうな感じですね。バランス調整も結構いい感じになってるし、必殺技もかなり増えてるんで、まあ、盛り上がることを間違いなしですね。ということで、まあ、シングルプレイはちょっと微妙ですけどね。ただシングルプレイをやらないとちょっと使えるチームが増えないんで、そこがめんどくさいっていうのはありますけれども、今回はダウンタウンの熱血行進曲プレイステーション3版ですねを第1回目として、まあ、フリーバトルをやりましたので、まあ、オンラインの方も、まあ、できればやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。